うん、そもそも夏休みがないもんな、大人になってから。俺ね、かなり悲しいことを言いやがって。はい。夏休みとかじゃないんだけど、俺、うん、あの、日傘男子なのね。ああ、そうなんですか。ああ。なんすか、いやー、ガウチョよりそっちの方が引くわ、俺。霞ある。バンパイアある。いや、あの、街中では刺さへんねんけど、俺の家から、あの、はい、駅までの、そこを、俺は日傘さしていくのよ。真っ黒の傘ですか、逆十字を貼り付けたような傘さしてるんですか。そうそう、真っ黒。逆十字あしらってるんですか。何を気にしてるの。アンチエイジングよ。アンチエイジング、いや、やっぱね、いいって、おっさんってみんな黒いのよね。エイジングしていいって、もうせやな。エイジングしていこう。え、いやじゃ、クリームとか塗るんじゃなくて日傘を刺さすんですか。クリームとかはやってないな。俺はそこら辺はあのオーガニズムで行ってるから。オーガニズム、オーガニズム、オーガニックでしょ。オーガニズムって何を感じてるんですか。絶頂してるじゃないか。オーガニズム、え、最悪だな。やらせてもらってんすか、オーガニック。やらせてもらってない、最悪。オーガニックでやってるから。や、危な、これ。危なくない。アウト、アウト。危なじゃないです。完全アウト。ここでよかった。ここでよかった。どこだったらダメ。いやいや、もう職場とかやったら終わってたやろ、もうそんな。ああ、危ねえ。オーガニック。職場だったら終わってますから。オーガニック。天然で間違えたのね。うん、間違えた、間違えた。いや、それはそうやろ。あー、でも、気にしてるんですね、日傘と。いや、一瞬ボケかと思ったわ。いや、日焼けは良くないよ、ほんまに。良くないですね。